7番札所十楽寺を後にして、8番札所熊谷陣を目指します。白地に赤の遍路標識ステッカーは、熊谷寺まで 4.2km とあります。しばらくは県道139号線のアスファルト道を歩くことになります。歩道がありませんので、車には十分注意が必要です。麺食べてみたいですね、空海屋さんで。うどんの国さぬきだけのことはあって、お食事どころとあればやはりうどんです。県道にかけられた大きな自動車用の標識、車でお越しの方は熊谷寺 3.5km とあります。前方に先ほどの標識で示された交差点が現れました。さてさて、ここがお遍路される時のポイントの一つです。自動車では右へということですが、お遍路は右へ曲がりません。ここにはいくつかの標識で遍路さんこちらというのがあるんですが、こちらもでおてなし感がありますよ。しかし遍路の道はこちらの道を歩みます。本当に紛らわしい看板が乱立しています。ここは注意が必要で、右に曲がっても結果的には熊谷寺へは行けるのですが、お遍路道からそれることになります。この辺の道もここにも遍路道はこちらというのがありますので、こちらを歩みます。白地に赤で書かれた小さなステッカー標識が正しい道を示しています。今まで歩いてきて本当にこのステッカーに助けられました。道間違っていないかなと不安に駆られた時、タイミングのいいところに貼られていて、遍路道はこちらですよと言ってくれます。本当にありがとうございます。ひよどりと犬の声、ひよどりと犬にせかされるように前に進みます。
橋を渡るときは遍路杖をつかないことがルールです。太子様が橋の下で休息を取られているかもしれませんからと言われています。8番熊谷寺 3.3 キロとあります。正確には熊谷寺です。天然温泉無料送迎奥田屋さん、結構こういうのがあるんでしょうか。ここの建物の壁に大きな民宿を示す看板がありました。道中には歩き遍路さん用の民宿看板がこのようにそこかしこにあります。舗装された歩きやすい道が続きます。人家の間を抜ける道が続きます。右側に今回のゴールの憩いの家、林観音庵があります。次回は道中の地蔵様までの遍路道を紹介します。